皆さん、那智、自民党、桜井、です。6年前は、市民がまとめた民主党と共産党とお世話になりました。これでも、最低の政治家、安倍の腎臓をこき下ろしたものです。でも、食べていくために、自分の政治の信条を捨てて、今は、ナチス、です。日本はやっぱ核武装、沖縄に核を置いて中国と打ち合うんです。行政の公文書も改ざんしなけりゃダメですよ。桜を見る会楽しみです。不当な理由で自分の選挙は勝たなくてはどうしようもありません。ナチス自民党、桜井、投票してね。